はい、このストーブなんですけども、その後ですね、使用2回目なんですけども、ここカチンカチンと火花が散るんですけども、一向に火がつかなくなりました。はい、ちょっと信頼性は薄いですね、これはね。あの、買わない方がいいですね、これはね。やっぱり3000、4000のものをね、ケチって買うんじゃなくて、1万とか2万あたりのやつを買った方がいいと思います。これキャンプに持って行ってね、持って行った先で火がつかなかったら、これは悲惨ですよ。単なるお荷物になるだけですから、要注意です。これはまずいです。あ、一発でつくね。まあ結論、これが一番だということになりましたね。一体何だったんでしょうか。これで十分あったかいし、お湯も沸くし、まあ見てくれは悪いんですけどもね、これで十分だと思います。あの、妙なもの買わない方がいいですね。じゃあ